三院中央テレビジョン放送。三院中央テレビジョン放送株式会社。三院中央テレビジョン放送。三院中央テレビジョンブロードキャスティング COLTD は、島根県松江市に本社を置き、島根県と鳥取県、三院地方を放送対象地域とするテレビジョン放送の特定地上機関放送事業者である。通称は、三院中央テレビ。 略称は、島根放送株式会社、島根放送としての開局当時の通称、テレビ島根から、TSK、テレビジョン島根、KKA、開局から一貫して、FNNFNS に所属している、フジテレビ系列のマスト売局である。コールサインは、ジョミ DTV、松江 43CH、1kW、リモコンキー ID は、キー局のフジテレビ。 純キー局の関西テレビ等と同じ8位。2017年8月からのステーションキャッチコピーは8件。TSK、参院合同銀行、参院酸素工業、参院中央新報社らによって設立された、参院両県全体での民放テレビ第3局かつ、最も新しい民放テレビ局。また、現在は、TSK 初代社長、田辺長衛門。 24代の先代にあたる田辺、長衛門、23代が設立した財団法人、田辺美術館も主要株主の一法人として名を連ねている。島根県発のテレビ単営局であるが、実際には島根県では第二局のテレビ局である。しかし、本来の島根県第一局であるラテ県営局参院放送、BSS の本社。 演奏所と AM 親局は、島根県ではなく鳥県与那誤市に所在していることから、TSK は、島根県に、初めて本社と演奏所を置いた民放テレビ局であり、テレビ AM、FM ラジオを通しても島根県に、初めて本社と演奏所を置いた民放であったために、その意味では、島根県で、唯一の民放テレビ局でもある。両県最後初活いわゆる、 アナログ UHF 局大量免許に乗じた開局であった故両県の民放テレビ局では唯一アナログ放送の時点で中継局も含めた全局が UHF で VHF を使用したつぼねは解無であった。毎年、大陸の日、10月第2月曜日に行われる出雲駅伝は全国放送しているが、番組制作と配信はキー局のフジテレビが行い、 TSK は制作協力団体という扱いである。松江市西川津町721番地の原社屋、初代社屋の老朽化が進んでいることを受けて、2010年に松江市向島町にある松江地方合同庁舎横の空地、松江市がス局跡地を購入。2015年の竣工を目標に新社屋、二代目社屋を建設し、 2016年8月29日に全面移転した。空地購入後、空地には自由の女神風のエイト君のパネルが設置され、2011年より社屋工事開始まで TSK エリア8、TSK エリア8、通称エリフ8という名称でイベント広場として活用された。新社屋からの放送は、 同年8月29日5時24分30秒のオープニングから開始された。エリハチの名称は移転完了後も引き続き、本社敷地の名称として使われており、移転後初の週末となる9月3日の移転記念特番、ヤッホー。スペシャル宮根誠事のネクストサインの生放送を兼ねて、同、翌日にかけて開催された新社屋披露を、 イベント、襟八祭りを皮切りに、不定期に本社敷地内でイベントが開催されている。また社屋が松江駅北口から見えることもあり、夜間は日没から22時まで STL 鉄道のライトアップが行われている。公園は LED 照明。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。出展。本局は山陰中央新報、当時。 島根新聞等によって設立された放送局であるが同志はもともと読売新聞と親密であったため経緯については参院中央新報の候を参照のこと本局開局時は日本テレビ NTV 系列を希望していたしかしながら将来的に鳥取県との相互乗り入れを行うことを考慮した当時すでに日本テレビ系列の番組の相当数を NKT が抑えていたとに加え、当時フジテレビが UHF 局大量免許によりネットワーク拡大に積極的であったこともあり、フジテレビ系列 FNNFNS に加盟した。一方の NKT はもともと産経新聞、日本海新聞級者が主体となって開局したテレビ局である日本海新聞との関連は、旧社倒産時に途絶えた。しかしながら、n, n t v は、 富士テレビよりも先発局でスポーツ中継などの実績があり対抗局と言われたラジオ東京、現在の TBS テレビよりも営業成績が良かった。ニュースネットワークも TBS 系の JNN を短期間で脱退した後は自然に日本テレビ系へと組み込まれていった。TSK 開局時にはすでに NKT は NTV との関係が深くなっていたのである。 こうして、相互乗り入れ後は、この三院地区がいわば、超年点状態となっていたが、後に、読売、富士山系陣営で相互の資本を交換。TSK は、富士山系グループと親密になり、二代目の村木、広志社長を、富士テレビから迎えた、村木社長は1980年代、金曜面白、バラエティさん、ま、一気のその地方でしか見られない、面白そうな組を、 全国のみんなで楽しく見ちゃおうとする番組シリーズで、フジテレビネットワーク部長の肩書きのまま、お目付け役として、レギュラー出演していた。現在は、出雲駅伝を共催している。なお、初代社長の長男である25代目、田辺長衛門正隆は、元フジテレビ社員であった、父親の死後は、田辺家投手を継承、株式会社田辺社長に就任。 2011年7月24日、定派時点。太字は、字幕放送実施番組、シーズン2を放送、インは現在放送されている番組。他、現在のマスコットキャラクターは、エイト君で、2003年頃に登場した。生まれた時はまだ名前がなく、名前を一般募集したところ600通もの応募が来た。当時から2006年10月1日の、 地上デジタル放送開始を控え、TSK に割り当てられた、リモコンキー ID8 の英語、エイトとエイと目標に向かって元気に発する掛け声をイメージし、エイトと名付けられた。公式ウェブサイトのバッカ感にも用いられている。誕生日は8月8日。2000年頃には、ローカルヒーローブームを狙って、地上波戦隊。 TSK というキャラクターを導入したこともあったが、同時期に県境を接する広島県のテレビ新広島がテレビ新ヒーロー TSS を起用したこともあってか、影が薄くなってしまい、いつの間にか姿を消した。TSK のロゴは現行のもので三代目になる男性、女性、男性、女性、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。